令和のライオンズの歴史に、また一つ、悲しいストーリー、が加わった。西武は15日のソフトバンク戦、ベルーナ、22対9と大敗し、借金も43に膨れ上がった。試合はチームの前手法、山川穂高内野手、32、2先制中押し、ダメ押しとなる3本のツーランを献上。 本拠地、ベルーナドームに屈辱的な、ドスコイ、が3度もこだました。渡辺久信監督代行、59、は初回によ座、5回には上田が初級ストレートを被弾した場面について、調子のいい打者に安易な入り方をして仕留められてしまった。最新の注意を払ってホームランにならない配球をしなければいけなかった、と言及。 このところ投手陣全体で、非、本塁打が多すぎる。バッテリーは反省を踏まえて、原因を、検証しないといけない。と顔をしかめ、8月の13試合で実に22本塁打を検証している現実に苦言を呈した。山川には直接対決で今季7本塁打、中級打点を検証している。チベルーナドームでは水なみ。 豆田が満塁弾を2発食らった4月13日の試合を含め計5本抜いだ計14打点を荒稼ぎされている。振り返れば、浅村の楽天遺跡1年目、2019年には打率3割3輪、11本抜いた、28打点、内メットライフで打率2割3分7輪、3本抜いだ8打点をマークされている。 昨年23年のオリックス、森友屋にも打率3割1部9輪、4本縫いだ12打点、内ベルーナで打率3割8部7輪、2本縫いだ5打点を献上西部バッテリーは移籍した元同僚に対し、皮肉にもいらぬ優しさを示してしまっている。 それぞれ二人の移籍当初には保守陣が、相手はリーグを代表する打者。ぶつけてもいいぐらいの気持ちでいかないと勝負には勝てない。と口を揃えて意気込んでいたものの、実際に元中軸の三人をのけぞらせるようなリードにはお目にかかれない。18年、19年の連覇に貢献した三人のスラッガーが同一リーグのライバル三球団に散り、 相手の手法として古巣のライオンズ相手に決定的な仕事をこなしている。そんな悲哀溢れる現実は西部の面々、そしてシ死党だけが味わう地軸となってしまっているようだ。